4月の22日、今朝8時半です。今日はね、昨日とは打って変わって相当寒いです。涼しいのは通り越しますね。完全に寒いです。風もちょっとありますしね。ということでね、ただいまの気温は11.5度。やっぱりそんなもんだね。昨日はね、日中27、8度ぐらいまで行ったのかな。結構もう暑いっていうか、あったかくてすごいいい感じだったんですけどね。今日はこんな感じです。寒いです。風が強いです。あれから1週間ですね、どんな感じになっていたかちょっと見ていきます。まずパキフィズムさん、まだか、あ、やった。これ花っぽい、これ、このちっちゃいやつ、これ、この、これ花ですね。パキフィズムさん、花咲かせようとしてます。やりましたね。黄色いね、結構綺麗な、感じのね、花を咲かせてくれます。いやー、またようやく見れる、そんな感じです。嬉しい。知らなかった。昨日も見てたんですけどね、全然気づきませんでした。やりました。あ、これもじゃない？ひょっとして。これ、あ、これ、ほら。もう一つの方も。これ、ここにもある、ここにこれ。これもひょっとしたら花じゃない？わかんないけど。だったらいいね。よかったです。それとね、今、たった今、それも気づいたんですけど、バフビューティーさん、これ、新枝のところに花、つぼみできてる。これ、ここにあった、これ。ここにありました。やった、つぼみ出てるね。多分ね、こっちの方にもあるのかな？わかんないけど。ね、ちょっとでも、これ、バフビューティーさんとかあるからね、少しこっち側に動かしておこうか。やりましたね。こんな感じで外に向けておきます。つぼみ結構あるね。なんか外から見て、ヒロコガーデンの方から見るとね、そんな感じには見えなかったんだけどね。つぼみありましたね。よかったです。嬉しいね、朝から。それと、花づるそうさんは、変わりなく、ちっちゃい、新芽出てるような気がするんだけどね。かなり剪定しちゃいましたからね。それと、カーネーション。四星さんたちもね、日増しにね、こんな感じでね、つぼみが、出てます。こっちの鉢にはね、ちょっと出てないけど、二鉢。この鉢はつぼみが少しずつ大きくなってます。あとこっちはね、もともとね、こんな咲いてたりしてますけども、あ、ここにもつぼみある。ほらね、この鉢にもつぼみあります。とこの鉢はつぼみというか咲いてます。今これだね。すごい立派にね、咲き始まりましたよ。またほら、つぼみもね、他のつぼみもでっかくなってます。あとこっちの一番端の、は、あの鉢、こっちはね、2つで2方向で咲いてます。2つの枝、あとその他にもね、つぼみいっぱいついてます。こんな感じでね、カーネーションもね、頑張ってます。あとはね、この根っこの方に近いところ、芽がね、新しい新芽が出てます。いい感じ。これ、花終わったらね、この新芽もうちょっと伸びてれば、ここで剪定します。全部短く、あとこれもちょっと短くね、したいかなと思ってます。ここら辺だね。もう新しい枝にね、ちょっとしたいので、そんな感じでやろうかなと狙ってます。うわ、風強。それと、こちらに来まして、椿王将くんさん、いよいよね、最後になりますね。
もうね、これが最後かな。わ、この花が最後です。これ。もうこれもね、散りそうです。もう。うん。あ、ここにもあるけどね。もうほとんど最後です。もうここら辺はもう今にも落ちそうな感じ。そんな感じです。毎日掃除してます。毎日。うん、それと、バラさんたちです。立ち木のバラさんたちはね、こんな感じになってます。もう先端がね、つぼみ？ここから見てもね、ああ、もうつぼみいっぱい出てる、みたいな。こんな感じに見えます。濃いピンクのドラヒロコホットショット三世さん。こっちもね、見てください、ね、これ。ほら。つぼみ何個ついてる？一つの枝に。1、2、3個。4個。ね。いつもね、こんなにつけてくれるんですよ。一つの枝にね、なんかも。すごいよね。ほら、あそこなんか3個ついてる、見えてる。ね。一つの枝にね、たくさん、つぼみつけてくれます。隣、ホットショット4世さん。ホットショット4世さんも同じようにね、つぼみつけてます。これだね。これ。ほら、すごいよ。これなんか、下の方から数えると4個。あ、4個で5個だ。5個つぼみついてます。すごい。こっちのホットショットさんは、こっちも何個？ 4 個。そのぐらいついてるね。すごいね。ホットショット4世さん。結構ね、頑張ってます。ほんでもって、もう一つ隣がね、ホットショット五世さん。五世さんはね、ここ。つぼみ。いて。バラだからね、トゲがある。五世さんはね、さすがに一個ずつかな。うん。そんな感じみたいです。ちょっとね、少しだけ太陽に当たるように向きを変えて。うん。そんな感じです。あとはね、薄いピンクのバラヒロコ三世さん、こっちもね、つぼみになってます。先端これ、先端全部つぼみです。これ、ほら、まだ可愛いけどね。ほら、全部先端つぼみになってます。この奥も、ほら、ね、奥も2つ、いい感じでね、つぼみ全部つけてます枝に。その隣が、ロマンティックアンティーク、これが何世だ？4世さん、4世さんが3、8あるんですけど、4世さんの3、8はね、まだつぼみらしくはなってないな。うん、まだつぼみらしくはなってません。そうだね、つぼみになってないね。それと、その隣が、ロマンティックアーティーク三世さん。一つの鉢がね、つぼみがまだない。もう一つの鉢はね、これ発育良かったんだけどね。これつぼみ。これ。二つの枝にね、一個ずつつぼみつけてます。こんな感じ。あと、その親株、ロマンティックアーティークの二世さん。こっちはね、結構いい感じでね、つぼみ前回から言ってますけども、こんな感じで大きくなってます。もうかなり大きいね。うん、こんな感じでね、つぼみつけてます。いい感じ。それと隣が口なしの花さん。口なしの花さんはね、あれつぼみだったんだろうか。なんかつぼみっぽいんだよね。ほら、あ、これつぼみだね、やっぱりね。うん、ようやくつぼみらしいのがね、出てきてます。咲いてくれますね、そうするとね。それに一番奥が大弁慶草さん。だいたいそうだね、18センチぐらいまでなったかな。うん、いい感じでね、育ってきてます。すごいな、頑張ってるね。ほぼ水しかやってないんだけどね。まあ肥料もちょっとやってるか。そんな感じです。それとこっちに来まして、クレマチスさんたち、すごいですよ。もうほら、こんな感じです。クレマチスさん相当高く伸びてます。何メーター、多分
2メーター近いんじゃないかな、もう多分。うん。ね、プリンセスダイアナさんはね、2メーター近いです。プリンセスダイアナさん2メーター。あとは、ローグチさんは1.5メーターぐらいまで行ってるかな。うん。あとは、なんだっけ、こっちは、白前さん。白前さんの方は1メーターぐらいかな。うん。あとは心配なのがクリスパさん。全く芽が出てない。どうしたんだろう。わかんないです。全く芽が出てないです。あとはテッセンさん。テッセンさんは5、60センチっていう感じかな。うん。こんな感じです。ちょっとね、腹が悪いんで、まあ部屋の中もね、写真撮りたいんで、ちょっと部屋の中に一旦行きます。結構ね、風が強いからね、寒いです。さあ、部屋の中来ました。うふ、ほんと部屋の中がね、あったかい。すごいな。部屋の中は18度ぐらいあるかな。20度まではないみたいだね。部屋の中すごいあったかいです。そしたらね、パキラさんから、見ていきます。パキラさんはね、前回、180度回転させてますんで、葉っぱがね、結構こっち側に見えてますけども、あれからでもね、葉っぱがね、向こうに向き始まってます。うん、ある程度のやつがね、向こうに向き始まってる。すごいな。この、なんていうの、新しい枝じゃない枝がね、動くんだよね、向こう側に。これ動いてます、これ。これは前々回の葉っぱ。あとはね、今回の葉っぱがこんな感じになってます。ほら、広がってきました、これ。いい感じになってます。それと、挿し木にした方だね。挿し木にした方もね、新しい小さい葉っぱは出てんだけどね。まだそんな感じのね、育ちはね、見えてない、そんな感じです。それと、その隣がモンステラさん。モンステラさんの方もね、あまり一番奥に見えるけどね、小さいの。そんなにね、育てるわけではないです。動きがね、あまりない、モンステラさん。あとはアボカドさん。アボカドさんはもう前回から言ってた通りね、こんな感じで、葉っぱの色もね、だんだんこう、濃くなってきてるような、そんな感じ。うん。いい感じでね、育ってます。うん、テーブルヤシさんもね、まあまあ、変わりないんだよね。見た目ね。そんなにそんなにね、見た目が変わりない。うん。こんな感じになってます。そしたらね、またね、寒いところに行きますか。うん。また外に行きます。またね、外に戻ってきました。そしたらね、最後はね、クリスマスローズさんです。こんな感じ。結構大きくなったね。うん。はい、一番端、こっちがね、自宅で発芽した、クリスマスローズさんです。今年2年目です。いい感じでね、葉っぱの方もね、こんな感じ大きくなりました。伸びてるね。こんな感じです。新しい芽もね、どんどん出てきてます。そうだね、一番、育ったのは、この3月の後半あたりからかな。うん。なんかぐんぐん育って、芽に見えるようにね、育った感じがします。それと隣が全部、友人からいただいたやつね、あんなちっちゃかったのがね、ここまで大きくなってます。これも同じようにね、今年で2年目、のクリスマスローズさんなんですけど、こっちはね、同じようにね、育ってきてますけども、結構いい感じでもね、鉢によってはね、こんな感じになってる。なんかね、自宅で発芽したやつよりもね、なんか育ってるよね。茎が太い、これ。いい感じにね、育ってます。育ってるね。いいね。
今年、まあ5月、もう間もなく5月になるけど、まあ5、6月頃まではね、結構ね、育ってくれるんじゃないかなと、まあ、期待してます。昨年、おぉ、すごい、トップ、昨年2月にね、あの1年前で、買ったやつ、で、まあ、昨年で2年、今年3年目に入りましたけど、なんか風がすごいね、さっきよりもちょっと強い、今年3年目に入ったのかな。そのクリスマスローさんがね、こんな感じです。もうね、今3鉢しかないんですけど、2鉢はね、咲きませんでした。葉っぱは結構いっぱいあるからね、まあいい感じかなと思ってますけど、1鉢はね、こんな感じ咲き終わりまして、これもうね、今日剪定しようかなと思ってます。もう終わりだね、これ剪定します。ではね、今日花枝剪定します。もうそろそろ終わりだからね。そしたら、いきますよ。これですね、これ。1本。もう1本あるから、もう1本も切っておこう。ありがとう。これでね、花枝の方はなくなりまして、あとはあの葉っぱだけになりました。また来年ね、咲かしてくれるかなと、期待してます。これ花枝だね、終わりだね。それとその隣、こちらがね、前回咲いてくれたのと、あのまた今年もちょっとね、今年はちょっと咲かなかったのと、5鉢、これはね、杉山後輩の、あのこんなラベルもついたやつなんですけども、これ、今年で、今年で4年目か、そうですね、今年で4年目の、クリスマスローズさんで、一つがね、咲いてくれてまして、前回まで、花の剪定終わりまして、下から小さい芽が出てたっていうのがね、ここまで大きくなりました。ということでね、この花枝、まあ、あの花摘みの方はね、もうとっくに終わってたんですけども、この花枝、これ切っちゃいましょうか。こんな感じで。はい、あとはね、実はこれ、つぼみなんだよね、これね。ただね、もうそろそろね、いいかなと。まあこの枝もね、立派になったからね、立派になったから、これ花枝、これあるんだけど、これつぼみでもね、これを咲かせるとまたちょっとね、体力使っちゃうのかなと思いますんで、これも切っちゃいます。こんな感じ。まあちょっとね、もったいないけど、まあ、来年ね、咲かせてくれるようにね、そのようにします。あとこれ1個ね、なんか変なのあるんだよね、これなんか育たなかったんだよね。だからこれもね、こう切っちゃいます。まあ育たなかったやつはね、仕方ないから切っちゃいましょう。こんな感じです。来年期待です。それとその隣、今年、5年目かな、今年5年目、になるクリスマスローズさんです。こっちのね、クリスマスローズさんもね、前回まで、咲かしてまして、もう終わったので、これ花子剪定やってなかったな。これ花子剪定します。これ花枝ですね。これ花枝なんでね、これ花枝だね、花枝だね。でこれ花枝剪定します。ほら、サクッと飛んでっちゃった。こんな感じかな。花枝剪定してなかったね。したと思ってたんだけど、自分で。こんな感じ。いい感じでね、葉っぱの方がね、育ってるから。それとその隣、がね、
花終わりまして、全部終わったね。花が終わりまして、今ね、この種をね、取りたいかなと思ってました。前回も話した通りね、結構ね、こうぷっくり、膨らんでます。これが、ダブルピンクブローチなんだね。そっちの方がね、いい感じで、種なんちゅうの袋それがね、膨らんでるんで、ね、今種を取ろうとね、こんな感じで茶こし袋入れてます。あとその隣はね、ダブルホワイトさん。ダブルホワイトさんもね、もうそろそろ終わりです。これもうほら、もう終わりだね。花終わりになりまして、これもね、ちょっと種取りたいかなと思って、今ね、1個だけ、茶こし袋入れてますけども、まあどうなるかな、もうちょっと様子見て、あとの残り、茶こし袋入れたいと思います。あとはダブルアプリカットさん、これ後ろにありますけど、これはね、今回咲きませんでした。昨年の夏のあの暑さにね、ちょっとやられてまして、咲きませんでしたね。それと隣がダブルレッドさん、これはね、すごいタワーに咲いてくれてまして、これタワーに咲いてくれてましてね、いい感じで、種もね、取れそうな感じにはなってきてるんですけど、まだちょっとね、花の方もね、終わったばっかし、あとつぼみもまだ残ってるしね、こんな感じでね、ありますんで、もうちょっと様子見て、袋に入れようかなと思ってます。それと、今年で、6年目7年ぐらい経つのかな、6年じゃないところ7年ぐらい経つんじゃなかったかな、後ろに書いてあるんだけど、20年に3年前か。つうことは、ダブルイエローさん、これはね、私が株分け、したね、花になります。これは今年咲きませんでした。こんな感じになってます。そんな感じです。それと隣、もうね10年以上いる、クリスマスローズさんなんですけど、これ前回咲いてくれたシングルピンクスポットさん、なんですけど、新しい芽がね、どんどん出てきてます。これもいい感じだね。まあ来年また探してくれるかなと。あと今年はね、どうしてもやっぱり咲かなかった、シングルピンクさん、こっちはね、枝の方もね、こんなに増えましたからね、新しいのもまた出てきてるしね、後ろからね、こんな感じでね、増えてますんで、まあ来年は咲かしてくれるのかなと、期待してます。今日はね、なかなかいい、報告がね、できたんじゃないかなと思ってます。また1週間、来週ですね、どんな感じになるかね、ご報告できるか、楽しみです。この後ね、また画像の方何枚かありますので、そちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。まあ天気はね、こんな感じで、青空っていえば青空なんですけどね、風がちょっと強いね、寒いしということでね、今日フリース着てます。長袖のフリース、昨日は本当にもう半袖でもよかったんだけどね、今日はさすがに無理、寒かったです。